皆さん、こんにちは。隣の衛生病院から頂いています、理学療法士の上田誠です。よろしくお願いします。まずはじめです。皆さん、この数字は何の数字だと思いますか？分かる人いらっしゃいますか？まあ、先ほど題名が出てたんですけど、転倒転落に関係している数字なんです。でこの数字というのはですね、平成25年、2年前ですね、2年前、転倒転落で亡くなった人の数です。7700人の方が1年間の方で亡くなっている。でこちらは5500、こちらの数はですね、65歳以上、高齢者が亡くなった7700人のうち5800人が高齢者です。で大変多くの方が転倒転落で亡くなっているっていうのが分かると思うんですけど、どれだけの数字かというとですね、毎年ですね、国の方がいろいろ統計を出してるんですけど、平成25年の統計なんですけど、不慮の事故死で1年間亡くなった件数です、ね、1位が失踪なんですけど、2位転倒転落で、交通事故よりも多く方が転倒転落で亡くなっている。とても今ですね、重大な問題になっていることが分かるかと思うんですけど、で東京消防庁がですね、2006年から2011年の間に、高齢者の緊急搬送に関する、分析を行ったんですけど、その結果、5年間で25万件あったんですけど、高齢者に関してなんですけど、そのうちの約 80% が転ぶ、を占めていることが分かりました。で転倒で死亡してなくても怪我をする方もたくさん多いことが分かっています。こちらですね、5人に1人が毎年高齢者なんですけど転倒しているというふうに言われています。で4人に1人が、近い将来転倒を引き起こす危険性が高いと言われているんですけど、まあ、高齢者の転倒の多くの場合は、骨折などの受傷を伴いますので、特に骨折した場合は病院に搬送されてきていますし、場合によっては手術を受けて、状態が良くならなければ退院という状態に、なることも考えられますので、非常に大きな問題とされてきています。でこちらの、皆さんの中では、自分は65歳じゃないから自分は関係ないと、思われている方もいらっしゃるかと思うんですけど、実はですね、転倒は高齢者だけの問題ではありません。数年前の話なんですけど、姉から、電話がありました。で電話が出ると、当時姉はですね、うちの祖母と一緒に住んでたんですよ。でその祖母が入院したっていう話でした。でよく話を聞いてみると、祖母は自宅でその歩いてる時に、絨毯につまずいて転倒したということでした。転倒したらまだしも、どうやら転倒して足の骨を折ったということでした。 ですので入院して、で近いうちに手術をするという話をされたんですね。で無事祖母は手術を受けまして、手術が成功して、まあ、2、3ヶ月ですかね、病院と施設を、行って無事に自宅に退院することができたんですけど、その退院した後はその退院する前と比べてだいぶ体力が落ちてしまい、もう寝たきりの状態になっちゃったんですね。で寝たきりになるとその介護しないといけないということで、いろいろヘルパーさんとかを、入れたりして対応してたんですけど、どんどん、状態が悪くなってきたので、どこかの施設で寝なきゃいけないという状態になってしまって、まあ祖母はアメリカに住んでたので、ちょっと日本の保険制度とは違うんですけど、その24時間そのケアっていうケアハウスというのがありまして、そちらに祖母が、入ることになって、でそのすごい高いんですよね、そのケアハウスというのは。月に4、50万円かかるので、で祖母もある程度その老後のために、貯蓄をしてたんですけど、4、50万円っていう額の、お金です。
財政面で結構大変な、状態になったんですけど、まあ、今後どうしようかっていう話になった時に、そこはですね、力尽きて、亡くなってしまったんですけど、まあ、こういうふうにですね、必ずしも転倒は、転倒した本人だけではなくて、家族にも、影響が出てくるというのがお分かりかと思うんですけど、日本ではですね、現在4人に1人が高齢者と言われています。で皆さんも家族の、まあ、家族であり、周りの人にその65歳以上の方が誰かがいるかと思うんですけど、その人もですね、転倒転落によって、もしかしたら骨折をして、寝直し、まあ、寝たきりの状態になって、誰かが介護しなきゃいけない、そういった状態になることもあるかもしれません。ですので、決して転倒はですね、他人事とは言えないのではないでしょうか。で今日の内容なんですけど、まず一つはですね、転倒の現状です。二つ目、転倒の原因。で、三つ目、転倒の予防。最後ですね、転倒予防を少し、皆さんにお話をしたいと思います。まず初めですね、転倒の現状です。転倒率です。転倒するのは女性の方が男性よりはるかに多いと言っています。ただし、転倒して死亡するのは男性の方が多いみたいです。いや、男性の方が弱い。弱いでしょう。次ですね、どこで転倒してるでしょうか。皆さん、屋外で止まった方もいらっしゃるかと思うんですけど、圧倒的にですね、屋内の方が転倒していると言われています。で屋内はどこで転倒しているか。屋内はですね、今、寝室で玄関。で、屋外で止まると玄関ですね。で、これを見て分かると思うんですけど、家の周りでの転倒が非常に多いと言われています。特にこの今寝室はその皆さんが一番長い時間過ごす場所だと思うんですが、そこでの転倒が非常に多いと言われています。次ですね、時間帯の時活動性の高い人、よく外出するという方は日中に転倒する方が多いと言われます。逆にですね、活動性の低い人は午前3時ごろから6時ごろということです。これはですね、高齢者の方はその睡眠が浅いと言われていますので、そのよく朝方にトイレに行ったりとか、そういった時にその非常に転倒しやすくなるということが分かっています。転倒の方向です。方向としてはですね、前方。次はですね、横です。で最後に後ろに転倒する傾向にあると言われています。で動作的にはですね、転倒はですね、別に何もしてなきゃ転倒することがほとんどないんですけど、ですので、このように歩いているときが一番多いです、転倒する。で、その次に立ち上がったり、で最後ですね、座るときに座っている状態か座っているときに、こういった動作があるのときに転倒はしやすくなるというわけです。で骨折しやすい場所、1位はですね、脊椎です。で、第2位が大腿骨。で、3位が手首です。で、脊椎、大腿骨っていうのは、歩いてるときに、あと、立ち上がったりしたときに、その尻もすりなどがついたときに、骨折しやすいと言われてますし、手首などの骨折の場合は、歩いてるときに、つまずいて手を出して、その時に、骨折をすると言われています。で毎年ですね、なぜこんなに多くの方が転倒をしているのか、必ずその原因というのがあるんですね。で転倒の原因は何でしょうか。では数年前ですね、私バスケットボールやってるんですけど、友達からですね、バスケットの大会があるので、ちょっと一緒に出てみないかって言われたことなんですけど、それで、軽い気持ちで出るって言ったんですけど、その、生活的にはですね、私はその2、3年前ですね、ほとんど運動しなかったんですね。その状態で、そのバスケの試合に、大会に出たんですけど、で試合の当日、
準備をして、で試合がいざ始まったんですけど、試合始まって数分でしょうか、まあ、ほとんど運動しなかったので、その味方からパスを受けたんですけど、その受けたパスを全然試合慣れしてなかったので落としちゃったんですね。で落としたボールをですね、相手の人が取って、で慌てて自分はですね、そのボールを取り返そうと思って方向転換をしました。そしたらですね、自分も転倒しちゃったんですね、朝方から。で、まあ、たくさん周りがいたんですけど、本当、恥ずかしい思いしたんですけど、そういったようにですね、運動とか何も準備をしてなければ転倒は起こるということです。で、まあ、自分の転倒の原因としては、やっぱり運動不足というのが考えられているんですけど、転倒はですね、何も前触れもなく発生するものがなくて、何らかのきっかけを作ります。でこちらですね、転倒の原因が2つあるということです。内的要因と外的要因、この2つがあって転倒するということです。でまず内的要因なんですけど、自分の身体的な問題です。例えば筋力低下ですかとか、視力の低下、あとバランスの低下、認知力の低下などを内的要因といいます。で外的要因というのは、環境ですね、自宅の環境とか、こことを、外的要因と言います。最初ですね、内的要因についてちょっと皆さんにお話をしたいと思うんですけど、こちらですね、2001年にアメリカのですね、老年医学会がいろいろ研究をしまして、転倒と関連性のある危険意識を、調べました。そしたら、こちらのフリップと転倒と非常に関係があると言われる発表なんですけど、一番1位ですね、筋力低下があることによって 4.4 倍の倍率で転倒すると言われています。で、まあ、2位が転倒の疲労、3位が歩行障害、4位がバランス障害、で5位が泳ぐ疲労、6位が視覚障害、7位が感染症、8位が活動性の低下、で9位です。で、10位、免疫意識の問題が、最後ですね、大体80歳以上の方。80歳以上の方だと、80歳以上というだけですね、健康の確率が高くなると言われています。今日ですね、こちらの12個あるんですけど、そのうちの7つについて皆さんにお話をしたいと思います。まずはじめですね、筋力低下です。こちらの表を見ていただきたいと思うんですけど、こちらはですね、筋力というのは20歳から30歳をキープに徐々にその加齢とともに低下していくと言われています。研究ではですね、30歳過ぎると10年ごとに約 5% 筋力が低下するというふうに言っています。で60歳から75歳の間に、まあ、10年間の間に 15% から 20% 低下するといわれています。ここにちょっと70歳までしかないんですけど、80歳ぐらいになると調べでは最大その20歳に比べると 50% ぐらい低下するとも言われていますので、非常にその筋力と低下するのは転倒しやすくなりますね。特にその筋力の中でも足の筋力、まあ、体幹の筋力が非常に低下するといわれていますので、体幹また足はその人間の土台ですので、土台がやっぱり不安定だとどうしても、転倒する確率が高まるといわれています。次ですね、転倒の起因です。先ほど鬼嶋先生が転倒した人があるというおっしゃってたんですけど、転倒の気温があたり転倒する、また再転倒する確率が増えると言われています。なぜかというと、こちらで転倒による悪循環、一回転倒すると転倒、もう一回転倒したくなるという恐怖感が生まれるとですね、もう動きたくなる。そうすると行動の制限が出ます。行動の制限が出ると身体機能低下が起きます。体を動かさないとやっぱり筋力落ちますので、さっきの一番最初の筋
筋力低下につながっていくんです。どうしてもそう一回転倒することで、まあ、恐怖感が生まれるとどうしても転倒しやすくなるというふうに思っています。次です。ここの時最近ですね、歩行速度というのが注目されてまして、第6のバイタルと言われてますね。その人の健康状態の歩行速度によって分かるというふうに言われてるんですけど、なぜかというとですね、こちらがですね、平均速度です。成人の平均速度が 1.4 回ということで、分速に直すと80から90メートル。よく不動産屋さんが、その物件がその駅から10分とかというふうに書かれていると思うんですけど、こちらのスライド、その1.2秒速いかもしれないんですけど、かなり速いです。で、こちらの高齢者というのは、その外出できるレベルの高齢者の歩行速度というのが1.1秒から1.3秒。で、不足に直すと70メートル。速度になっています。こちら強豪選手です。つい最近ですかね、日本人で強豪大会で優勝し、世界新記録ですかね、確か当たる速さなんですけど、210秒、240秒3倍ぐらいですかね、先ほどかなり速いです。これはいいんですけど、次のこれを注目してもらいたい。こちらです。秒速1メートル、分速60メートル、このぐらいの速さ、これは何の速さかというとですね、信号を安全に渡れる速さというのが、こちらの、秒速1メートル、分速60メートル、この速さがないと安全に外は歩けないというふうに言われています。こちらの速さですね、最低のリスクが高まるという。こちらは 0.56 メートル、速34メートル、このぐらいの速度ですと、やっぱり、再転倒するリスクが高まると言われています。なんでその歩行速度は関係あるかというとですね、どうしてもその歩行速度が落ちると、足の歩幅がですね、狭くなるんですね。歩幅が狭くなるとどうしても足がすり足になってきて、つまずきやすくなるというわけです。歩行速度が非常に、重要になってくると思います。で、次です。バランス力の低下です。こちらもですね、転倒を防ぐために、姿勢の安定性を、保持するためにどうしてもバランス力っていうのが重要なんですけど、ちょっとつまずいた時にバランス力が悪いとそのまま転倒しちゃう。縦横の動きに体がついていけないということです。バランス力も転倒にすごい関係性があると言われています。次です。学習からですね、どうしても加齢とともに、身体的に衰えてきますので、どうしても目が悪くなってくると思います。それで、危険性をですね、察知する、能力が低下するんですね。まあ、男性もだと、などに気づかなくなって、その辺に、つまずいたりということが起きますし、まあ、あと暗い部屋から、明るいところに出たりすると、目がついていかなくなって、どうしても周りに目がなどをして、転倒しやすくなるというふうに言われています。次ですね。活動性の低下です。活動性の低下っていうのはですね、外出の頻度が低い人っていうのはどうしても転倒するリスクが高いというふうに言われています。ある研究でですね、家を出ない高齢者っていうのは、毎日外出する人に比べると、歩行が不自由になるリスクが4倍です。4倍っていうふうに言われます。また、あと、認知機能が落ちますので、そのリスクも 3.5 倍に上がるというふうに言われています。ですので、事実度は高い人は、転倒リスクが低いというふうに言われています。じゃあですね、週1回でも週2回、
外出される方はリスクも減るというふうに言われています。次です。認知力の低下です。認知力には理解、判断力、記憶力、注意力、こちらの4つの、機能が低下すると言われています。でこちらの能力がですね、低下すると、以前転倒した状況、環境を忘れてしまって転倒を繰り返す、高中に障害物があるにもかかわらず、認識できずにぶつかってしまう、あと2つのことを同時に、行う能力が低下する、あと慣れた環境であれば動作が安全に行うことができるんですけど、環境が変わることによって、混乱してしまい、動作が適切に行えずに転倒してしまうなどと、認知力ですね、非常に転倒と、大きく関係してくることが分かるかと思います。こちらもですね、内的要因、7つほどお話ししたんですけど、こちらの内的要因が複雑に総合的に作用することによって転倒の危険性が高まると言われています。で危険因子が1つあるとですね、再転倒する確率は 10% なんですけど、これが増えると4つになると 70% 以上になると言われていますので、皆さん気をつけて。薬剤ですね。薬剤に非常に転倒と関連性があると言われています。で多くの、高齢者の方はいろいろな疾患にかかっていると思いますので、何種類も薬を、取っている方もいらっしゃるかと思います。その場合ですね、薬の副作用などで、転倒を引き起こすということも考えられます。私も薬剤師と医者でもないので、詳しい話はしませんけど、統計としてはですね、薬2つですね、取っている方は転倒する確率が2倍か8倍に上がるというふうに言われています。これが薬が3つになると8倍か18倍になるというふうに言われていますので、皆さん、自分が取っている薬など気をつけていただきたいと思います。先ほどは内的要因と外的要因があるというお話をしたんですけど、次はですね、外的要因についてお話したいと思います。外的要因というのはですね、2つあります。自宅の環境、あとは天気ですね。今日は天気が良いので大丈夫ですが、雨が降ったり、今その雪が降ったりすると、どうしても足が滑りやすくなるので転倒しやすくというふうに言われています。自宅の環境なんですけど、こちらの絵を見ていただきたいと思いますけど、家は非常に危険だというふうに言われています。こちらのように階段に手すりがあったり、床に配線がいっぱいあったり、いろんなものが床に落ちていると、どうしても転倒リスクが高まるというふうに言われています。でですね、家庭内の転倒の発生率というのは、若い人が 24% という、高齢者の方はですね、50%から60% もかかるというふうになっていますので、非常に多くの高齢者の方が家に転倒しているというふうに言われています。あとは床ですね、床のこちらの敷居ですね、床があるんですけど、あまりその滑り止めなどがついてなければ、それにつまずいたり、滑ったりして転倒する方も大変多いますし、先ほど宮本先生がおっしゃっていたように階段ありますけど、階段から降りるときに非常に多くの方が転倒しているということがほとんど言われています。で、あとは台所とか、洗面所、浴室ですね、水回りのところの外に滑りやすくなりますので、転倒するリスクが高まるというふうに言われています。内的要因とですね、外的要因が重なることによって、転倒するというふうに言われています。
で、転倒の原因が分かれば、予防もできるんじゃないかと思われると思うんですけど、転倒を予防するにはですね、これは危険因子を一つ改善していくというのが、一番の方法だと言われています。で、今からできることは何でしょう。まずはじめですね、まず皆さんのここから自宅に帰ると思うんですけど、自宅のですね、環境整備をぜひとしていただきたいと思います。環境整備の中でですね、特に動線上の整理ですね、よくある最初の方にあります出たと思うんですけど、今、あと寝室、廊下などで転倒するリスクが非常に高まっていますので、皆さんよく過ごされる場所に、こういった電気コードというか、廊下などで、トイレ、台所、浴室などもありますけど、そういった動線上のですね、整備をぜひとしていただきたいと思います。次ですね、ナイトライトとかですね、暗いところをしても転倒しやすくなりますので、ぜひともナイトライトをつけていただくのもいいですし、あと手すりですね、6階、階段などぜひとも手すりをつけていただきたいと思います。であと、定期的な視力検査です。結構最近目が悪くなってきて、しばらく視力検査してないという方が多くいられると思うんですけど、ぜひともこれを機会にですね、視力検査をしていただきたいと思います。で、あと薬剤のチェック、薬の名前とかを副作用って、どういう薬を飲んでいるかっていうのも結構わからない方が多いかと思うんですが、ぜひともですね、自分が取っている薬などをですね、把握しておくと、それだけでも転倒予防につながりますので、ぜひとも心がけていただきたいと思います。でですね、定期的な運動っていうのが、あとは、重要になってきます。ある研究によってはですね、転倒予防することによって 30% から 40% 転倒のリスクが減ると言われています。で、運動の中でもですね、バランス運動をすることによって15から20% の転倒リスクが減るというふうに言われています。で、どのような、運動が一番効果的かというと、いろんな多分運動の種類があるかと思うんですけど、テレビとかインターネットとかを見ると、たくさん運動の種類が出てくると思います。で、どれをすればいいかと迷ってしまうかと思うんですけど、運動にもですね、その人に合った、適切な運動をしないとやっぱり効果が現れませんので、でこの転倒予防に関してはですね、バランス運動と筋力運動、これを織り交ぜた運動が一番効果的だと。調べてはですね、足の筋力を鍛える運動だけではあまり効果がないというふうに転倒予防に関してはですね、言われてますので、テレビとか自分で調べればこちらのバランス運動と筋力が織り交ざってやる運動をしていただければと思います。で、どのぐらいの期間運動すればいいでしょうか。3ヶ月から6ヶ月間の間に50時間です。最低12週間、運動し続けなければ、転倒予防に効果はないと言われています。ですので、運動ですね、継続が非常に大切になってきますので。このぐらいですね、1週間、2時間、1週間に1回か3回ほど運動をしていただく。1回よりもやっぱり3回ほど。転倒予防に効果的だと言われていますので、大体40分から60分くらい運動していただければと思っています。で、先ほど言いましたけど、重要な継続です。で、運動するだけで転倒リスクは減ると言われているんですけど、運動だけでは、あまり効果はないんです。運動だけよりもやっぱりその先ほど話したように環境整備をしたり、視力検査をやったり、自分の取っている薬をチェックしたりすることによって、
この予防の効果非常に高まりますので、運動だけではなくていろいろな角度から、介入していただくとより効果的だと思われます。最後になるんですけど、転倒予防運動も少し皆さんと一緒にやっていただきたいと思うんですけど、4つほど今日皆さんと一緒にやっていきたいと思います。まず初めですね、ザイデルの運動で、2番目リスイデルの運動で、3つ目バランス運動で、最後ですね、ボール運動です。こちらですね、こちらにいらっしゃる方は今自分の足でここに来たというふうに思われるので、ある程度体を動かせる方がいらっしゃるんですけど、万が一ですね、足が痛かったり腰が痛かったり、どこか体の、箇所が痛かったという場合はですね、あまりいけないバランス運動とかですね、立っている運動をするよりはですね、こういった、体に優しい座っての運動をするとよろしいかと思います。こちらもですね、座ってやれる運動ができればですね、次の立ってやれる運動にいけるんですけど、こちらですね、一番端なんですけど、座りながらですね、足首を上下に動かす、皆さん何回もやってみましょう。5回か10回足首をですね、かかとをつけた状態のまま足首を上に上げるだけでいいんですけど、これを10回ぐらいやっていただきたい。実演をこちらに一緒に働いている先輩に、最初は一番ですが、足首を動かそうというと、かかとをつけたままですね、上に上げるだけなんですけど、10回ぐらい
けど。バランス運動ですね。簡単なバランス運動。まあ、こちらはやらなくてもいいんですけど、片足で立っていただいて、腕を出していただいて、まあ、30秒間くらいでしょうかね。この状態のままやっていただくだけでも、そのバランス運動になります。これがまだ簡単だという方はですね、目を閉じるだけでもかなり難しくなります。今はやらなくていいことです。ぜひとも、家でやっていただきたいで、最後はですけど、歩行運動ですね、ちょっと実践をしていただきたいんですけど、まあ、8の字っていうのは、歩きながら8の字を作る。それはですね、まあ、3、4回ぐらいですかね、繰り返していただく。ただ単に歩くだけではなくて、歩きながらそのバランス、感覚の運動で養われるので、こういった運動をしていただくっていうのが、効果的だと言われています。まあ、あと、次なんですけど、スクワットステップっていうのはですね、前に数歩歩いていただいて、で、今度は横に数歩歩いて、で、最後ですね、また後ろに歩いて、で、最後は反対横にというふうに歩きながら四角を作る。こういったその横、まあ、縦横、後ろの動作に対応する運動というふうに言われています。こういった、転倒に適した効果的なその運動をしていただくと効果的だと言われています。はい。ですので、運動はですね、ぜひ楽しくやっていただきたいと思いますので、楽しくないと、長続きしませんので、ぜひとも、ね、運動は継続していただきたいと思います。で、最後になるんですけど、予防が大切になってきます。私たちは、年齢とともにですね、身体機能が低下します。で、身体機能が低下すれば、逆に転倒リスクが増えます。で、転倒の原因としてはですね、先ほどお話ししたように、内的要因と外的要因2つがあります。この要因が増えるとですね、転倒リスクが、自然と増えます。で、予防は、やっぱり治療に勝るというふうに、言われるように、重要になってくるというのは、動くのからの